回でございます、はいはい、はい、今日は私が話を振っていきますよ。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。というわけで、前回のライブの感想をね、みんなで話し合おうか ね。じゃあ8月27日と28日の2日連続でライブに出させていただいたんですけれども、8月27日の青島ビール祭りの感想から。かな、どうやった、はい、いやもう楽しかったですよ、うん、ステージ広くてね、もう動き回っても、うん、ね、広かったね、もうシールドピンってみんなテーブルがみんなピンってなって私マイクこうってなって、みんなそうやって太陽と、太陽光がね、半端なかったね、太陽光、前の方はね、フロントはね、すごい日焼けしました、頭皮ね、頭皮日焼けしとったね、見せてあげてよ、頭皮見るわけないでしょ、ごめん、わからんかった、はい、ね、いや、わかったよね、あかった、熱すぎて、私、口紅溶けてた、溶けちゃったね、ポッて開けたら、帽子の中がもん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 した、そんな感じで、暑さに負けずに、ビールも飲まずにビール飲まずに、ビール飲まかった、あったよ、あった、いっぱいあったよね、いっぱいあったよ、あった、かな、エボ牛に、エボ牛、エボ牛、まさみちょっとあった、可愛かったけどね、そう、はい、というわけで、はい、次の、じゃあ28日の感想をやね、青島ビール祭りの次は夢色、山下ゆめかさんのイベントに出させていただきました。はい、じゃあね、うんうん、なるみどうやった？そうやね、とても楽しかったね、うん、すげえ、とても楽しかった、とても楽しかった、なんかほら、なんかほら、何ほら、あ、何サンバッチ、これどうしたの、あ、そうだよ、うん、ライブ終わってからね、はい、物販の方に立てたのよ、うん、したらね、帽子かぶった男の人がね、うん、すげえ、すごい、すごい、すごい、たくさん缶バッジあってね、それ一つもらったの、あら、夢色でもらったの、夢色でもらったのね、よかったね、ありがとうございます、ありがとうございます、猫好きなんですよ、猫好き、じゃあね、なるみ猫好きだね、あれよ、あの、あれももらったよ、あの、プニ、あの、あー、プニ玉と、シュークリーム、シュークリームもらった、美味しかった、ありがとうございます、ライブもね、初めてのね、演出つけたよね、つけた、登場の、あの、音楽を流して、コーラスで、初めてのところ、はい、いや緊張した、緊張した、畳のほとんど前だけ、私ら3人やった時もね、緊張しました、目の前のお客さんがずっと私を見てたっていう、聞いてる、私の聞いてる、私の何もすっごく緊張した、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 そうだね、息できんかった、私異常にしてた、異常にね、またこういう演出をやっていきますので、はい、楽しみにしててください、はい、てわけで、はい、じゃあ次回ライブの宣伝をさせていただきます、次回ライブ、じゃあ、もも、はい、はい、9月18日、うん、鹿児島のスピードキングで、はい、初 の、 あの県外イベントを行ってきます、はい、鹿児島です、鹿児島です、はい、ね、楽しみ、うん、楽しみを、いろんなところから来てほしいな、うん、はい、鹿児島から来てくるって ね、 ね、うん、鹿児島、うん、はい、九州から ね、 九州 ね、 ね、 ね、東京から、ね、沖縄、北海道、沖縄、ハードル高いね、もう世界まで行かない、世界まで、ね、世界からも鹿児島に来てください、お願いします、お願いします、はい、というわけで、今回のねアウトレット終了で、ありがとうございました、次回も見てください、はい、ありがとうございます、緊張したね、緊張した、うん